こんにちは。おはようございます。先日ですね、はい、26歳の誕生日を迎えました。おめでとうございます。その際ですね、小関さんから鉢をプレゼントしていただきました。はい、変わった鉢なんですけど、うん、この鉢にはもうコンセプトがすでにあるということで、はい、伺ったところ、ちょっと見ていただくと、ここに穴開いていて、うん、こっちはもう穴が開いてないんですよ。はい、で何ですかこれって話した時に、今ですね、当時で結構メダカがブームでして、はい、ここでメダカを泳げさせられるような鉢ですっていうことで、うん、なるほど、プレゼントをいただきました。ということで、今回はせっかくいただいたこの鉢にメダカのいる景色みたいな盆栽を作れればと、はい、思っておりますので、はい、創作盆栽のもいいかな、うん、そうですね、はい、夏の涼を楽しんでいただけるような動画にしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、早速多分もう植えるだけなんですけど。そうだね、はい、何を植えようかなって思った時にですね、うん、大宮に第三公園という公園がありまして、うん、そこにですね、ひょうたん池っていう池があるんですよ。はい、ひょうたん型をした人工の、まあ、要はため池っていうか、まあ、貯水用の大雨とかそういう時に水がそこに流れてたまるようなっていうような地域なんですけど、うん、そこに人工の池がありまして、そこら辺にですね、まあ、船とか鯉とかがいて、僕もたまに釣りに行くんで、まあ、ちっちゃい頃釣りに行ってたんですね。そこにですね、結構もう平べったいような土地なんですけど、何本か香木が生えてるんですよ。まあ、柳とか欅とか、うん、そういう木が生えてるので、そういうようなイメージ、湖というか池の周りに木が一本生えてるような、そういうイメージで作っていこうかなと思ってます。やっぱりその情景見ると、その景色の割には高い、背の高いような木で、うん、ひろひろっとしたような木なので、結構ちょっとタッパがあるような木で、なおかつ楽しむ時期があってもいいのかなと思うので、今回これいいんじゃないかなと思ったのが、これオカメ桜なんですよ。あ、桜。はい、なので、春にお花見とメダカと楽しめるみたいな、うん、この水面に桜の花が落ちるわけ、落ちてるところね。なるほどね、いいじゃないですか、うん、満開になればもう花いかだみたいなっていう感じでどうかなと、うん、なるほど思っているので、桜を植えていきたいと思います。はい、はい、で今回の鉢なんですが、どっち正面にするべきなのかっていう、で基本は渡された時はこうだったんですよ、うん、ここに木植えて、でもなんか鉢の高さ的に、うん、こっちの方が高いんですよ、壁が。そうね、でしかもこっちで植えてしまうと裏向きの木になってしまう気がするので、うん、なるほどね、こっちで作ってもいいんじゃないかなって、はい、思ってます。で桜もこうやって植えてちょっと寝せる感じですかね。なるほど、はい、これ何ですか。よくいいポイントに気づきました。桜で顔が見えないけど、これは釣りができる干拓人形。高木さん作、はい、干拓人形って動画出たですか。出てないか。高木さんが趣味で作ってる。趣味で干拓を作る高木さん。なかなかいないと思うんですね、兄弟子の人形を作る弟でして。確かに、はい、ここにちょっとポイントですけども、うん、穴が開いてるんですよ、はい、なのでこれを釣り竿に見立てて、こう釣りができますよ。すごい、これはすごい発想ですよ。なかなか奇才高木ですね、うん、っていうコンセプトのコンセプトで、まあ、こういう形でやっていこうかなと思います。はい、まあ、ここにちょっとデモでね、うん、あのメダカを入れて生態を入れるので乱暴にはできませんので、はい、しっかりと各々の盆栽は盆栽の対象にして、うん、メダカはメダカの対象にして完成したいと思います。はい、ちょっと 木がずっと顔にかぶって。じゃあやっていきたいと思います。はい、はい、穴に、網をかけていきたいと思います。はい、
何桜ですか？オカメ桜。オカメなので、ちょっとピンクっぽいやつですね。で、花がちっちゃい桜になります。葉っぱもちっちゃい？葉っぱもちっちゃいですね、うん、要は富士桜、豆桜っていうやつと悲観桜の掛け合わせかな。だから悲観桜って結構赤いというかブラッドなピンクなんですけど、うん、そこのいいところとその富士桜のちっちゃい花のいいとこ取りみたいな感じ。はい、こんな感じかな。これがこういう感じだよね。うん、大きいですね。大きいですね、うん、ちょっと切ろうかな。高さを抑えてあげたいんで、ここかな、うん、ここで切ります。はい、この立ってんのも、挿し木ができます。これはできます。これぐらいの高さじゃん、うん、古いこういう腐った根っこは取っちゃいます。こういう感じ。じゃあちょっとゴロを入れて、はい、水はけをよくして、もうちょっと高いかな。最初に動画に出た時、はい、何歳っつってたの？4年前。22だわ。だいぶね。出たね。だいぶおじさんになりました。私も40代になったもんね。若者って言えないですもんね。まあまだ言っていいんじゃない？30、35ぐらいからじゃない？目標ある？今年の。目標ですか？来年100周年なので、はい、そこに向けていろんな動きを活発にしたい中で、うん、当事園としても新たなことも始めようとみんなで考えてますので、そこの主体性というか、うん、責任感を持ちながら仕事をして、で次の100周年とか今後の当事園についてやっぱり気持ちを改めるとか切り替える時期にしたいなと、年にしたいなと。なるほど、責任感を。そうですね、もうだってね、練習にならないといけないそうねので、いつまでも甘えてられないですから、うん、自分の中で意識を変えていかないといけないのかなっていう。なるほど、何事にも自分だったらこうしなきゃいけないとか、自分の立場ではこう考えとかないといけないっていうのを、より責任をより持っていきたいかなと思ってます。大学に聞かせてあげたいね。っていうのを、あの皆さんに、わかんねえとか言ってる、っていうのを皆さんにおっしゃっていただいてるんで。あ、そっか、はい、そう、皆さんにちゃんとしろって言われてるんだ。そうです、はい。はい、っていうことを話しているうちに植え替えが終わってしまいました、はい、とりあえず水やりしましょうか、はい、でもさ、これさ結構水やり大変っすよね。うん、ゴミもねこっちに入っちゃう。入る入る、つければいいんじゃない水に。ああ、それでもそしたら入ってこないから。来た来た。Okay. Yep.
水やりをやって苔、ちょっと味気ないというところで小金シダ、うん、小金シダを入れる。かわいい、うん、ちなみにこの時期鉢暑くなるんで日陰、まあそうですね、で管理になるよね、うん、きっとね、メダカちゃんが沸騰しちゃうから、だから消化類とかはあんま植えれないかの方がいいですね、うん、でちょっと、はい、針金かけようかなと思うんで、はい、ちょっと垂らしたいんですよ、うん、なのでこれもいらない、で間から入ってるような取っちゃう、でこの切り口にはカットバスターつけます、はい、まあ、トップジンでいいから、あのしっかり保護してあげましょう、でちょっと前に垂らしてくるような感じにしたいので、うん、こういう感じかな、はい、ちなみに石田さんも今週先週か誕生日だったよ、ジッポあげた、そんなジッポあってもしょうがない、私も大学もジッポあげたんだ、あの高木さんでしょ、高木さんもジッポだ、ジッポ欲しいって言うからジッポ集めてるらしい、ねえ、こいつの使ってこいつの使わないとかって、あでも私のあげたジッポはまだ封から開けてないらしいよ、大事に、あそういうこと、そう使いたくないってことですね、うん、大事にしてるって、喋ってもらっていいですか、決まんないなどう、うん、まあ、ほらそれぞれになっちゃったんですね、寂しいよね寂しいよね、寄せ植えとかの方が良かったかもしれない、何だろう、うん、低くすれば結構いってます、左っぽくなってきたかも、左っぽく作れればいいんじゃない、うんかな、したらじゃあついに生態導入で、多分今そのメダカがいるところの水も入れた方がいいね、あ、もちろんそうですね、うん、メダカを導入、こいつがね、すごいんですよ、ヒレナガ、あ、ほんとだ、あ、ヒレナガラメ、白っぽい方がいいですよね、そうね、多分戻しますと思う戻すけど、うん、ちょっとごめんね、赤いのどれ、子供たちは、ここが3期生ぐらいですか、3期生、はい、3期生、ここは1期生、いや、2期生ですね、でも奥さんは変わんないね、で、4期生、5期生ですね、うん、どうすんの、増やしてこんなにで、これは何期生何期生だろうね、でこれなんか防水加工がしてあるみたいな、うん、ごめんね、お、水ぴったり、完成、うん、で、干拓人形がすごいじゃん、これ糸と合ってますか、いや、わかんない
あれ正面こっちじゃない、こっち、こっち、こっちでもいいか、うん、こっちでも、こっちでもいいです。びっくりした、あんま食べないんじゃない、当たってる、引け、カンタ、いたいたいた、完成、はい、これどこをサムネすればいいんだろうむずいね、ここじゃない、ここ、このこっからの木が全然映んないけどいいんじゃない、それはということで完成しました、はい、湖畔の桜とメダカと、うん、カンタくんと、はい、という作品ですね量を感じてますか今。でもこれを手軽に楽しめるんだったらいいかも、部屋とか、うん、部屋か、そう、なんかでもこっちには水やんなきゃいけないんだよ、あ、だからさ、そう、その楽しむ時に持ってきて、どうっつって、なんか食卓の食卓のお客様とかお見えになった時とか玄関とかね、そう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 、あ、何メダカみたいな、そういうのがいいんじゃない、うん、こういう感じで、こういう感じで、あの手軽に、うん、箱庭じゃないですけど、うん、ジオラマ的な感じで世界を楽しめるっていう意味ではすごい楽しいんじゃないかなと、そうですね、思いますね、まあ、盆栽かどうかは置いといて、はい、飾る木とかによってだいぶ印象が違うし、印象変わると思う、でこれがお花咲いた時考えると、うん、そうね、結構お花見と涼とみたいな、うん、一緒に楽しめるんじゃないかって思います。あとはお互いに配慮した管理をしないといけないですね、ああメダカと、メダカと桜と、まあ、ちょっとねカンカンでレリだと鉢の温度が上がりすぎると思いますので、なるべく日陰に置いてあげて、うん、で日陰でも育つような、木を合わせてあげるのが一番無難なのかなと思います。そうですね、はい、夏だけですね多分ね、そうですね、夏以外はあとは凍っちゃうと思って、うん、もうちょっとそうですね、冬もそうか、そう、まあ、室内とか、そうですね、葉っぱが落ちますから、うん、玄関先とかでもいいかもしれない、そうですね、あと水ここにやるときについでにこっちも水足されるから、そうですね、それは便利かもしれない、あと流れないように しないといけないですね、あシャーってやってメダカが流れちゃうそこは注意しないといけない、はい、うん、なんかこれで評判が良かったらまた作っちゃおうかなって言ってたんで、うん、欲しい人いたら、欲しいですっていうコメントで多分作るかどうか決めるんじゃない、ロットが決まると思うで、当然フェスに持っていくんだっつってたんで、だこれはって言われるかもしれない、あ、浜野さんにね、まあ、お遊びとして、そう、こういうのもね、楽しんでますよっていうことでご提案でした、はい、この湖畔に浮かぶ桜とメダカとカンタくんとがいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします、します、はい、Please subscribeAnd thumbs up and membership. ありがとう、はい、ということで、はい、メダカいいですよっていうメダカの人も盆栽楽しんでくれますようにっていう願いも込めまして、メダカバイバイ、何それメダカバイバイ、ありがとうございました、ありがとうございました、メダカバイバイ。